ベンツピルスはラトビア北西の都市、市内を流れるベンタ川にちなんで名付けられた。ベンツピルスはリボニア体験騎士団の城から発展し、1290年の年代記に初めて記述がなされた。1314年にチャーターが授けられ、ハンザ同盟の重要な商業都市となっていった。ベンツピルスは重要な不登校である。 大量の石油とロシアからのその他鉱物資源がベンツピルスで船に乗せられる。港湾の税収がベンツピルスをラトビアで最も裕福な都市にした。ベンツピルスの30キロ北には旧ソビエト連邦時代の電波天文学設備ビラックがあった。このセンターの存在は旧ソビエトが崩壊しロシア支配の終わった1994年までほとんどのラトビア人に知られていなかった。 市内には、ベンツピルス・アウグスツコラ大学がある。同大学のバスケットボールチームは、数年来ラトビアチャンピオンとなっている、競合チームである。その他に、プロサッカークラブ FK、ベンツピルスが市を本拠地としている。2006年シーズンには FK ベンツピルスは、初のラトビアチャンピオンに輝いた。市内には、ラトビア国内の3つの国際空港の1つ、ベンツピルス国際空港がある。 ベンツピルスハイテクノロジーパークには IT 関連企業や電気会社が集まる。2004年ベンツピルス沖合で多国籍海軍が参加したバルチック作戦という演習が開催された。軍勢を率いたのは巡洋艦アンツヨだった。アンツヨはラトビアサイドク立後でベンツピルスを初めて訪問したアメリカ海軍の艦艇となった。ありがとうございます。